はい、どうも皆さん、こんにちは。ピヨツキチャンネル、うぷぬしのピヨタです。さあ、今回は、レミリアジャンプやっていきたいと思います。前回、第1ステージ、違う。レミリアジャンプじゃないや。渡れ座グングニールですね。完全に間違えた。はい、今回は、渡れ座グングニールやっていきます。前回まで第1ステージから3ステージ目まで攻略していきました。なので今回は第4ステージ目から第6ステージ目攻略していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。完全に間違えましたね。よいしょ。なんか図書館みたいな感じですね。パチュリーでもいそう。1個ずつ堅実に進んでいくのと、一気にもうショートカットで一番長いのを使うのと、それを使い分けていきたいですけども、そんな技術は僕には、ありませんけども、もうゴール見えましたね。おっと、邪魔だ。よいしょ。じゃあちょっとショートカット、成功ですね。これはいけるかな。よいしょ。うお、ギリギリ。届くか？届くかというか、レミリアが落ちないかどうかが心配ですね。これはやっちゃったか。じゃあもう本当に一個一個進んでいきましょう、堅実に。堅実にっつってても結構失敗することあるんですけど。よいしょ。まあ、絵面が地味なんですけども。よいしょ、ここか。 なんだろう、毎回毎回これですよね。なんか、そういう能力でもあるのかっていう。あー、届かない。もう一個一個、やっぱり堅実に。もうコツコツと行くのが近道ですかね。で、これが OK ですね。で、これをこうやって OK。ですね、これをちょい長めにっていう感じですか。でもこれ結構分かりづらい。よっこいしょ、OK。これはもう余裕持って最大限まで伸ばして、ここを通る。クリアです。 OK です。はい、じゃあ第4ステージ目クリアしたので、第5ステージ目いきましょう。よいしょ。おお、危ない。着いた。 OK。 危ない。これは、最大限まで伸ばせば届きますね。コーラショット、ここ。危ない。ここっていうタイミングが今早かったな。これも最大限まで伸ばせば届きますね。はい、 OK ですね。ゴールが見えたら一瞬でいけるんですけどもね。ちょっと進みましょう。ここ。危ない。落ちないでよ。 OK ですね。あとは最大限までをぶちかませば一発、よっこらショット。はい、クリアですね。おお、サクサクプレイ。一番理想だ。ですね、これは最大限まで伸ばせば届くはずです。わかんないですね。あー、ギリギリ危ない。最初ちょっと進んでなかったら危なかったですね。よいしょ。あ、やっちゃった。もうちょっとしか進まないっていうやつ、意外と難しいんですよね。落ちそうになってるところを頑張って耐えるっていうことできないんですかね。そういう技術があれば楽なんですけども、まあそれを求めてもですね。微妙に進んだんで、最大限まで伸ばして橋をかけて。危ないな、これ。行くか。アウトですね。はい、一歩一歩やっていきましょう。まず一歩目。はい、2歩目と3歩目と OK ですね。ここまでは OK。 はい、ちょっと伸ばして倒す。上の方のスコアはもうなんか、どんだけグングニールを作ったかみたいな感じになってますね。よいしょ。今更言うのもなんですけどもね。はい、で、5歩目をやって、6歩目はここら辺。危ない。セーフです。OK ですね。
無理やり伸ばしてもなんかさっきみたいになりそうなんで、よいしょ、ここら辺。危ないって、もうギリギリ。オッケー、ここセーフで最大限まで伸ばして倒して、レミリアが上を渡る。クリアです。よし、はい、まあなんか新しいステージに来ちゃいましたが、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよければご視聴よろしくお願いいたします。では、じゃあね。